皆さんこんにちは。ひよごん .com jp スラッシュ orkp スラッシュ .r スラッシュのひよごんです。本日はですね、皆さんご存知でしょうか。私ですね、中学時代テニス部だったんですけれども、まあテニス部と聞いたら皆さん何を思い浮かべるでしょうか。可愛い女の子がミニスカートでボールを追いかけてはいはいという姿、ポニーテールに、なんかこういう上の頭が丸丸丸丸投げ状態のサンバイザーみたいな帽子をかけた可愛い女の子、特にないんですけどもね。他はまあこんな想像している方はふざけないでくださいということで、テニスはねめちゃくちゃきついです。もうね、足を砂だらけにして砂場を走り回ってね、ボールを追いかけて取れなかったらなんで取れないってこう監督に怒られて、もうすごくきつい部活なんですね、皆さんが思っている以上に。テニス部あるあるなんですけど、テニスってそんなにきつい？これごめん、テニスの話になりそうやけん、そろそろテニスの話は終わろうと思うんですけど、私そうです、テニス部出身だったんですね。で、まあテニス部といったら皆さん何を思い浮かべますかっていう質問、最初の質問に戻っちゃうんですけど、そう、丸焦げです。もうね、取れたてのジャガイモみたいなんですよね。みんな黒すぎて、あの笑わないと歯の位置を確認しないと、もう顔のパーツがどこにあるかわからないぐらい黒くなるっていう、それはちょっと言い過ぎたんですけど、本当に黒くなる子はマジでコーヒー豆ぐらい黒くなるんですよ。で、私もね、割と日焼け止めとか塗っても汗で流れ落ちて意味ねえっていう感じの考え方の女子だったので、日焼け止めはほとんどね塗らずに部活をしてました。危険です、普通に考えて。みんな真似しないでちゃんと日焼け止め塗ってください、諦めずに。諦めないでということで、まあ、それで今回何のお話をするかと言いますと、まあ、私もねコーヒー豆の部類だったんですけど、だからもうファンデーションなんてつけることを考えられないぐらい肌が黒くて、もうファンデーションとかつけたら浮きまくって仕方ねえだろうっていう、なんか多分ね今中学生の子とかわかると思うんで、私ぐらいの年になったらみんなその時の感覚多分忘れちゃってると思うから、何言ってんのってなるかもしれないんだけど、本当にそれぐらい黒くてファンデーションをつけることなんて考えられないぐらい黒かったんですよ。でも今はまあまあ白くなってるじゃないですか。どうやってその取れたてのジャガイモから白くなったのっていう話なんですけど、なんて言うんだろう、効果を感じにくいものの一つに入ると思うんですよ、私、美白効果とかって。だからそのなんて言うんだろう、これをやったら私こんなに肌白くなりましたとか、これをやったからジャガイモから白くなりましたっていう断言ができるものが、ごめんなさいだけど一つもないんですね。でもまあ強いて言うんだったら、その美白系の化粧水とかスキンケア用品を使っていることで、まあ毎日ファンデーションを塗っているか、そのファンデーションに日焼け止め効果が入っているので、まあそれと、まああとはもう決定的なあれですね、もう外にあんまりそもそも出なくなるっていう、外で日焼け止めを塗らずにその長時間歩き回るなんていうことがないので、まあ夏は多少焼けるんですけど、まあ冬に黒くなるってことはもうなくなりました。でその3つなんですけども、でもやっぱり自分が効果をなんて言うんだろう、即効性を感じられないだけで、まあ、一番大きいのは多分スキンケアとかそういうのだと思うんですね。私中学を卒業して、まあ、高校生になってから、そうですね、高校生からちゃんとスキンケアをし始めたんですけど、全部今まで使ってきたのよく考えたら全部美白効果のあるものを使っています。なのでなんかどのスキンケアがどのスキンケアがっては言えないんだけども、多分スキンケアに一番そのなんだろう、私が白くなった理由があるんだろうなと私は思うわけですわ。なんかちょっとなんかこれ語りすぎるの良くないよね。でもう早速本題に入るんですけど、今回皆さんにそれで、ね、どうやって白くなったのって言ったら今のは答えなんですよ。もう外に出なくなったとか、もうファンデーションを使うようになったとか、スキンケアで、このスキンケアなんですけど、今回ねまたこちら私が大好きなじゃじゃん、ビーグレンのご紹介でございまして、ね、どのスキンケアにどういう効果があるかとかいうのを、それはねもう何わかんないんですよ、目に見えて。もうめちゃくちゃちょっとずつ変わってるんだろうから言えなくて、これがこう変わったとかいうのは断言ができないんだけども、とりあえずこちらのビーグレンさんを今回は紹介します。でね、私ビーグレン紹介するの2回目なんですけど、もうそのこういうのはクライアントさんからこういうのを紹介しませんかみたいなお声掛けいただくクライアントさんから基本的にこういただけるんですよ。紹介していただけませんかって言ってこうもらって、そのまま使わずに紹介するステマ野郎もいるんですけど、なんかこうこれ本当にいいんですよ皆さん使ってくださいみたいな、お金欲しさにそういうこと言う子もいるんだけど、私はそういうことは違うので一緒にしないでください。でまあそれでクライアントさんがいて、で私のねクライアントさんはすごくいい人で、もう自由に
にしていいよっていう感じなんですよ。本当にいいと思ったら紹介しますっていう私のスタンスを崩さずにそれでいいよって言ってくださるし、まあ、使って効果がなかったらもうごめんなさいだけど紹介しませんっていつもお断りを入れてるんですけど、それでもいいよって言ってくれる本当に優しいクライアントさんなんですけども、そのクライアントさんからね、今回またこのホワイトケアっていうのをいただきました。なんかね、シビとか色素沈着とかいうものに効く、スキンケアです。で、前回使ったのは、あれ4個しか入ってなかったんですよ。この4個じゃない、1,2,3,4 じゃあこれじゃなくて、ここにあったやつが、あれここにあったやつどこにあった、私多分下の部屋に置いてきたのかな。もう化粧水とかも入ってないんですけど、全部使っちゃったから、このクレイウォッシュももう入ってないんだけど、今回はなんと5点セットなんですよね。でも別に量が多いからいいって思ってもないから、私は別になんかそこまで5個も入ってるのいいじゃんとは思わなかったんだけど、特に。で、まあ使ってみました。1週間以上、私は1週間以上持ったんで、朝はね違うやつ使ったりとかもするから、1週間以上使ったんですけど、本当にこれマジ嘘じゃなくて、知り合いの人に最近肌白くなったって言われて、ファンデーション変えたって言われたんですよ。でもファンデーション私変えてなくて、え、スキンケア変えましたって言ったら、そういう人、え、そんな肌が白くなるようなスキンケアあるみたいに言われて、その人一人だけだから、もしかしたらその日だけ本当に白く見えたのかもしれないんだけど、本当に肌が明るくなったのかなと思いました。で、私がね、本当にこれを使ってめっちゃ肌明るくなったって思うかって言われたら、そういうわけではないんだけど、ださっきも言ったように美白効果ってそんな即効性のあるものはないと思うから、ちょっとずつ変わっていってるものだと思うので、まあ、自分で気づくのはなかなか難しいと思うんだけど、まあ、そうやって周りの人に一回言われましたので、多分白くなったのかなって私は嬉しく思いました。で、多分今回も1900円ぐらいかな、なのでっていうかね、その肌を白くするのに即効性はないってさっきが何十回も言ってるんだから、だけどビーグレーは本当に肌の調子を最上級に持ち上げてくれる魔法のようなスキンケア用品なの で、私ね、もうこれ自腹で普通にもうこうトライアルセットじゃなくて買ったんですよ。これ3個で1万4000円ぐらいだったかな。で、ね、あれを買うの忘れたの。保湿するやつ何？乳液を買い忘れるという通行のミスを犯したんだけど、もうこれ自分で高いけど買っちゃうくらい本当にいいと思って買いました。で、一番好きなのはこの C セラムなんだけど、この美容液がマジで私は好きです。あとこれ洗顔料、ちょっと化粧水の良さはいまいちょっと分かってない、でも C セラムとこの何洗顔料は本当に好きで、高いけど買いました自分で。だから私はそこら辺のステマの人と一緒にしないでほしいなっていう話、それはごめんだけどもう言わせてもらう、私はステマじゃないんで、そこら辺の人と一緒にしないでください。まあ、とりあえずね、このホワイトケアを使ってみて、なんか白くなったすごい実感できることがなかったとしても肌の調子は本当に良くなるので、肌に悩みを抱えている子とかはもう一回マジで騙されたと思って使ってみてほしいなと私は思います。まあね、聞く人聞かない人はまあいるかもしれないけど、どうだろうか。私はもうすっごい効果を感じているから、ビーグレーに絶大な信頼を置いているので、まあ私はすごく効くからおすすめはします。でもなんか全員に効果があるかって言われたらちょっと分かんないんだけど、すごくいいスキンケア用品だと私は思うので、でしかも1週間分ぐらい使えて2000円ぐらいだから、まあまあ試しやすい価格なのかなとも思うので、まあとりあえず大事な用がある1週間前とかに、ね、まあ利用するでもいいし、まあ使ってみたらどうかなと私は思います。美を高められるのは自分しかいないからね、自分のお金を使って頑張って美を磨いていくと、自分に合うスキンケアを見つけるという意味でね、まあ一回試してみたらどうかなと私は思います。で、今回もビーグレーンこれ使って肌の調子はまあ当たり前のように良くなり、まあね、そうやって周りの人にも言っていただけたので、ね、肌のトーン上がったねって。で、レビュー見たんですよね、他の方の。そしたら本当に何トーンか肌の何あれが上がるらしいんですよ、白さが。だからまあ使ってみる価値はあるんじゃないかと私は思います。はい、今回はビーグレーンの紹介でした。ということで皆さん、まあ、概要欄に貼っておくので URL 気になった方はぜひ買ってみてください。以上でした。アニョン。